はい、前回に引き続きドラマーの解説を言ってみたいと思います。次に注目したいのがこのフィルとスイングという部分ですね。フィルに関してはフィルインと言ってですね、大抵こう最後の一小節にですねフレーズを多めに入れて盛り上げるといった役割があります。このフィルちょっと全開にしてみましょう。こんな感じ。これをですねちょっとうまく使って展開をつけてみたいと思います。まずここ一番右もこう元気よくいきます。でここの時はフィルインは0にしておきましょう。パターンだけを刻むといった形ですね。そしてこの2つ、この2つを前回のようにですね接着ツールでまず繋いでしまいます。でフィルなしにします。そして最後だけですね、8から9にかけてこれフィルが欲しいのでここをですねハサミで切ってしまいます。こういう形で切ってしまってここだけですねフィルを強くします。こういうこともできます。これで聞いていただくと、いい感じで展開がつきますよね。次はスイングというものですね。これは全体のそのドラムのノリを決めたりなんかするので、基本的にですね、全てのトラック同じ値でいいかもしれませんね。8部でスイングをかけるのか、16部でスイングをかけるのかを決めます。人間はですね、全てをジャストタイミングで演奏するのは不可能です。少しですね、ずれたりだったりとか、跳ねる、要はスイングのことを言うんですけども、こういったニュアンスが入ってきます。ですので、ここをですね、若干上げとくだけでもですね、ちょっと人間味を出せるかなと言った機能になります。もちろんこれ上げすぎるとですね、完全に跳ねた感じになりますので、こうなります。ここでスイング具合を変えられると思ってください。ここがフィルとスイングになりますね。そしてその次、ここの部分ですよね。例えばですね、今この後半のフレーズありますよね。もうちょっとハイハットが欲しかったと。今タムだったものがですね、ハイハットをクリックすることによって、ハイハットをどのぐらいの頻度で演奏させるかを決めることができると。全開で聞いてみましょうか。そうすると、今までですね、ハイハットおとなしかったんですけども、ここから盛り上がったような感じになると。で、例えば今回これシンバルをもう少し増やしたいなんて時はこれを上げればですね、こういうことも可能となります。ですので、こう調整したいキットを選択してここで数字で決めていくといったのがポイントですね。今はですねシンバルはそんなにたくさんいらなかったかなと思いますので、シンバルを少なめ、ハイハットを多めにしてみましょうか。ここパーカッションですね、タンバリンとかこのクラップ、手拍子ですねをどのぐらいの頻度で入れるかと。例えばもう少し盛り上がりが欲しかったので、スネアプラスパーカッション手拍子入れてみましょう。そうするとこうなります。いろいろこう機能があるんですけども、ここがなかなか使える機能ですね。今キックとスネアとなっていまして、従うとつけるとですね、実際ここでですね、今ギターというトラックがありますよね。今演奏されているトラックです。このギタートラックのですね演奏を考慮してタイミングを合わせたものをこちらで演奏してくれるということになります。ですので、ここで合わせる元になるトラックを選んでいくと。じゃあ今はギターでやってみましょうか。ギターを選択して聴いてみると、このようにですね、ギターのフレーズと統一性を持たせたパターンが簡単にできるといった形となります。そしてここ次行きましょう。詳細というのを入れるとですね、ここフィーリング、ゴースト、ハットってあるんですけども、ここは割と簡単にできています。フィーリングというものはですね、フルだとちょっと遅めに演奏してくれるんですね。プッシュだとちょっと前のめりに演奏すると。これはジャンルとかこう欲しい感じに合わせてここで簡単に切り替えられます。例えばプル、ちょっと遅めにしてみます。クリックと合わせるとよくわかるんですけども、クリックに対してちょっと遅い感じの演奏になってますよね。プッシュにしてみると、ちょっと前のめりの感じ、勢いを出したい場合はちょっとプッシュ寄り、そしてですね、ゆったり聞かせたい場合はちょっとプル寄りでニュアンスを決めていくといった形となりますね。ここゼロにしておくと、もちろんジャストで演奏されます。このゴーストノートは何かと言いますと、前回のこのように打ち込みでやったこう16部の裏を入れてですね、ノリを出している、細かさだったりとか、ちょっと今っぽいかっこいい感じを出しているんですけども、これの音量になりますね。これを目立たせるのかどうするのかっていう感じですね。
構小さくしておくことで本当にこう入ってるか入ってないか微妙なところを狙えますし、大きくすると16分ビート感が大きくなるといった形。ちょっと大きめにやってみましょうか。タースターとかこうスネアのリズムがよく聞こえてくるんですけども、これを下げるとかなり小さめ控えめになっているといった形ですね。これはじゃあちょっと今回大きめにしてみましょう。これハイハット、ハイハットにはクローズとオープンがあります。この頻度を決めます。当然これ左に行けば行くほどクローズの頻度が多くなりますし、右に行けば行くほどオープンの頻度が多くなると。一回オープンでやってみましょう。かなりロック寄りですね。クローズ、タイトな感じになると。これはですね、やはり素材と合わせながらどのあたりがいいかなというのを探っていくといいと思います。もちろんですね、こう気に入った感じができたら他の曲でも使いたいということが多々ありますよね。最後にこれを保存する方法をご紹介したいと思います。これも非常に簡単で、ここですね、この歯車マーククリックしていただくとプリセット保存というものがあります。例えばここにですね、マイドラムスとつけます。こんな感じですかね。次回コルトラマーを開いた時にですね、このように違うものになってたとしてもすぐに先ほどの状態すべて呼び出すことができると。気に入ったものができましたらこんな感じで保存して取っておいていただけたらと思います。またですね、このドラマートラックのですね、このリージョン、こちらを右クリックしてこの中にですね、変換というものがあります。そしてこの中ミディリージョンに変換を押すとですね、こういった形でですね、ドラマーのリージョンがすべてミディに変換されます。こうなってしまえばこのバスドラがもう一つ欲しいとか、このスネアがちょっといらないとか、このような細かなニュアンスを出すことができるので非常に便利かと思いますね。これも合わせて覚えておいてください。この後ベースの仕込みに入っていくんですけども、上のエレクトロっぽい感じ、下の生っぽい感じですね、どちらがいいのかというのも決めておいていただけたらと思います。それでは今回のこのドラマの解説はこれで終わります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。